久しぶりにやるのジンが嫌なんだよなよしっしゃあ頑張っちゃうぞおじさん頑張っちゃうぞ これなんて読むの？窓の森って読むの？朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。六番のプレイヤーは発言してください。さいはい、よろしくお願いします。学びと人間でした。 そうですね進行論なんですけども、えー、普通の何の,、はい、なの村村の人が普通に占い師に触れてほしいなって思います、うん、占い師をどういうふうに見てるのかとどっちが真なのかとか、うん、そこまで言ってほしいかなって思いますね言え,るあの言えたらで占い師の方にはそうだなあのグレーに触れてほしいなって太鼓の占い師にばっかりじゃなくてまあ太鼓の占い師にも触れていいけど なんかグレーに触れて欲しいかなぁと思いますまあそんな感じで2周目ちょっと頑張ります7番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます村人陣営ですまあ6番さん信仰論ということでね、うん、ま6、あ、番さんの信仰論に乗っとるっていうことでねまだ出てないんで触れられないっていうとこですかねでまあ占いをどう思っているかっていうとですねまあ、乱しろ部屋なんでおそらくオオカムが出るでしょうと言っておきましょう そうです、ね、まあそれの方が狼オカには強いんじゃないかなと俺は思うんでね6番さんに感謝は色落ちなしですね、うん、まあ2周目期待ですね6番さんがどういう、まあ、占い師の振れ方をするのかっていうのを見ていきたいと思っておりますよ、うん、その振れ方に違和感があれば6番さん釣り位置に上がる可能性がありますんで6番さん頑張ってくださいね僕もちゃんと6番さんの信仰行通 <laughs> <laughs> り進、ね、行論通り僕も占いに振れますんでね まあそれで六番さんは僕を精査したらいいと思いますけどね。以上です。八 <laughs>、うん、番のプレイヤーは発言してください。はい村人陣営です。ちょっとね久々で緊張してますが、えー、っと六番さんは、えー、村は占い師に触れてほしい。まあ、確かにしっかりどう見てるのかっていうのを触れてほしいですねで。それから占い師はグレーに触れてほしい。もうその通りだと思います。えー、占い師でねあの対抗ばっかり触れてる人は怪しいし、まあ、グレーに触れないのも怪しいし、ね。 っていうかまあ、優先順位を、ね、しっかりつけて話してほしいなっていうのはありますねあの。入らなかったからっていうのは後々きつくなると思うのでしっかり、うん、優先順位をつけてほしい。村は占い師を優先的に占い師はグレーを優先的にでいいと思います。6番さん色落ちなし7番さんに関しても、まあ、狼が占いでるってことで私もまあそうなんじゃないかなと思ってますんでね。まあ、特に印象なしですね。 といったところかな、うん、6万さんの進行論を起点にしっかり、えー、私も含めてしっかり精査していけばいいと思ってます。また盤面決まってから話します。9番のプレイヤーは発言,発言してください。はい。えーまあ、6、7、8聞いた中であ,のあんまり色落ちしないなっていうのが、まあ、正直な感想ですね。ただ6万さんの言う進行論はとてもいいなって思った。うん 占い師は、あのーまあのま対抗を殴るよりもグレーの精査をしっかりしてほしい。で、七番さん自身、あのね、六番さんの進行論で、占い師の精査もまあしようねっていう六番さんの進行論にのって、七番さん自身、六番さん、2締め掃除できなかったら、まあ釣り位置になるのかなっていうところね。うん。で、八番さんに関しては、まあ、なんだ、占い師は優先順位をつけてなんか話してほしい。まあ、あれかな、意見をまとめて言ってほしいってことなのかな。うん。うん ちょっと色落ち全くしないっすねって感じかな正直、うん、順位付けもできない6七八の中ではいまあ2周目黒いなと思ったとこあったらそこ理由つけてねあの釣り位置上げたいと思いますはい以上ですーー 1> 1番のプレイヤーは発言してくださいはい6七八桂だったら僕は7番が気になったけどね7番っていうのは6番に対して色落ちないわけでしょうなのににも変わらず6番に えっと、進行論で話すから自分の精査し教えてってるけど、まるで7番が6の白をつけてるみたいな発言なんで、7番は死んで6番色落ちないんだったら6番の狼もあるわけでしょう。で、プラス、えっ、ー、と、6番の進行論で占い師出てないからまだ触れれませんかって、そんな当たり前やんって思ったけどね、その発言いらんかったなっていう風に思うし、なんか7番黒いなっていう風に思いましたかね。うん。まあ、僕ら言わせれば、 8球とかの色落ちなくて6番進行論で6番1番目だからまあ色落ちない位置で8球に関してはまあ色は見えなかったけど今のところ7番ちょっと黒いなっていうふうに思いましたが <laughs> 以上ですそうか2番のプレイヤーは発言してくださいあそう1番さんは7番かまあ僕もねちょっと7番怪しいと思って、ね、7番が怪しい理由がちょっと1番さんと違うんだけど7番っていうのはさ えー、一瞬ね、こう、狼に、なんか呼びかける狂人みたいなね、ふりをしたんだよね。占いには狼が出た方が強いんじゃないですかみたいな。なんかあれってブラステの発言なのかどうなのかなとか一瞬気になったかなっていう感じで、7番ちょっと怪しくって。あと、まあ、この段階で言うと、9番さんがね、9番さんが6、6番の進行論めちゃくちゃいいですね、みたいな。かなり褒めてたんだけど、そんなめちゃくちゃいいかと思って。<laughs> いや、別に悪くはないんだけど、悪くないけど普、<laughs> ゲストス普通によく聞くシンコールだこん,んなめっちゃいい、<laughs> そんな持ち上げますと思って。そこ持ち上げすぎなところ若干違和感になってるんだよね、と思って。まあでも一番さんはなんか色付けしようとしたし、印象はいいかなって感じだから、一番さんはムラベで置いてるから、一番さんは今日は釣らないってい感じかな、僕はっていう感じです。はい。7級に若干の違和感を感じてる。うん。ちょっと黒いかなと思ってます、7級に関しては。以上です。は 三番のプレイヤーは発言してください。はい、占いで五番さんがランダムシと出てます。五番さんがランダムシです、えー。なんでそうですね。五番さんが強人として語ってくるか、まあ四番さんの位置にまあ強ろどっちか座ってて、まあ出てこようとしてるのかっていうのはちょっとまだわからないですね、えー。ただ全体的に色落ちがなくて。 1>, うん、1番さんが7番さんへの殴りっていうのはちょっと不当なような気もするし、うん、7番さんが白かったかって言われたらそういうわけでもないからちょっと2周目の精査にしようかなと思ってますね、うん、7番さんっていうのは別に6番さんのことを怪しむ視点っていうのを持ってなかったし村だったら頑張ってって発言をしてたからちょっとそれはどうなのかなと思うんですけどただ全体的に道地がない中で起点を作ってるのは1番っていうこともあるので、うん、ちょっと2周目次第ですねえー、と2周目になったら役は出てほしいです僕は。 はい。色落ちがない村なんで。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい。おはようございます。お願いします。えー、占い師でした。7番白。七番白です。把握お願いします。まあ、6番さんに関しては、まあ、進行論なんで <laughs>、まあ、よくも悪くもって感じで、まあ、2種目期待しましょう。まあ、8番に関しては、えー、っと、6の印象、まあ、その通りだね、みたいなこと言ってたんですけど <laughs>、えっとね、自分は、あのー、 対抗には基本的に触れないですね。だから対抗の、えっと、2戦目というか、その出現とかね、そういうのは村がしっかり拾って精査してくださいと思っています。はい。で、えー、9番に関して、まあだからこの辺って結局あんまり色落ちしなくて、1番3からまあ7番ちょっと叩いて、2番さんも7番叩いてってところで、まあ7白だからちょっと発言しっかり聞いてたんだけど、まあ、1番さんが言ってることって特段おかしくなかったから、まあこの辺は2周目しっかり精査したいなと思っています。 はい、まあ、グレー、全体的にそうですかね。はい、以上です。五番のプレイヤーは発言してください。シェアはないです。いや、でも、四番って、三番が私に白出してるんだから、まず私を疑うべきじゃない。三番、四番さん、三狼で置くんだとしたら、二分の一での特攻だよ。まあ、見たことあるけども、あんまりなくない。まず、三五の囲い追わないかな。四ンだったら、もうなんか偽っぽいんだけど。 私気になるのが、やっぱ9番さんで、6番さんの進行論いいねって言った後に、でも6、7、8順位付けできないって言ってるんだよね。あんだけ6番進行論いいって言ってるんだったら、6がまあ一番印象いいなっていう、順位付けできるんじゃないって思って、そこで矛盾を感じてるから、私、<laughs> 9番が怪しいかなと思って、6番に関しては2周目で。だからね、まあ1、人あたりを色付け出してから印象はすごくいいよね。8番さん何あ、違う。待ってよ。 その、順位つけれないってた、ね、多分9番だよね、合ってるよね。8番何言っんだあ,あ、なんか8番さんちょっと印象ないかな。私今日9番行きたいし、えー、占ない3番が真だと思う。えー、例のいないね。で 6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、2周目ですね。私、霊能です。把握お願いします。あの、潜伏した理由はまだ、まあ、1人目だったっていうのもあるし、占い師がね、もし、あの、私にしろとかやったら、その占い師の新名とかが、ちょっと下がっちゃうかなと思って、潜伏しました。うん、<laughs> 霊能確定で大丈夫ですかね。ありがたい。えっと、そうですね。占い師に関して私に関関ししてては 3番さんのの方が真かなっってていいう風に思ったんんですよね最初の発言聞いて、うん、3番さん結構グレー考察もしっかりしてくれたし、うん、でもあの白崎の57で比べた時に5番さんの方がなんかちょっと印象悪かったんですよね9番さん別になんか怪しくはなかったですよ、うん、私の進行論が別にいいけど、まあ、そこは色落ちないから678別に順位はつけれないっていうところで言ったんだと思うんですけど。 進行論がいいだけで印象がいいとはまだ言ってないと思うんですよね。そこで9番さんを殴る5番さんはちょっとおかしいかなと思って、うん、正直3、4、うん、白先の5番さんが怪しいことから3、4今のところフラットかなっていう感じですね。3番さんの、あの、3番さん、4番さん、5番さんの2章目の発言聞いてから決めたいかなっていう感じです。で、そうだな怪しいと思ったとこ正直ないんですよね。1番さんが一番印象良かったかなって。 まあ、9番さん、色落ちなしって全員に言ってる中、うん、結構、1番さんって色をつけてくれたかなっていう感じただ私は7番さんのこと、そんなに黒いと思わなかったんで、私に圧もかけてくれたし、すごく良かったかなっていう感じで、思ったんですけどね、うん、ただ、印象あの、色をつけてくれた、考察を落としてくれたっていう感じで、番さんが一番印象良かったかな、釣り位置難しいな、8番さんもね、すごく考察伸びる人だなと思ったから、 釣りたくないなってもう8位置はちょっと釣りたくないかなって思います急927番のプレイヤーは発言してくださいはい2周目ですね6番さん目曇ってますね1番っていうのは雑に殴ってるだけなんですよ分かるかな、うん、俺の位置で色なんかつくわけないのに <laughs> 俺を釣り位置に筆頭にあげてるってところでね1番さんサイクロですねこれねうんで5番さんに関してはね例のいない村なのってそんなわけないだろって話でねうん <laughs> 5番さんが役職もないのに、能の,の話にする必要ないんだよ。役職っていうのはね、もう占い師が触れるだけでいいんだよね。うん、5番さん黒いけどね、これね。うん。標準かなわかんないけど。で、3、4にしたら、3、4の精査はね、あのね、発言はフラットだけど、盤面的に3番の方が新名が高いんだよね。3が5に白打って5から占い出た場合、3ほとんど破綻してるんでね。うん。盤面で言うと3が、うん。 ちょっとあれかなってまあ、うん、発言はフラットだけどね今日リーチ番番です以上8番のプレイヤーは発言してくださいこれさ2番さんの言ってること当たってる気がしないすごく <laughs> 直前の7番さん、まあ、2番さんは「オオカミ占い出る」っていうのがあのー「村下に村下じゃない」って話をしてて「狂人じゃないか」って言っててで4番さんの7番さんが形になったでしょ で、例の一人でしょ。七7番さん強人なんかあるなと思ったな。2番さんが今んとこ一番白くて、まあ、言ってることもまともだなと思った。7番さんに対しての、その、まあ、怪しいって言って、まあ、強人っていう視点がすごく確かになと思ったのと、えー、っと、えー、9番さん持ち、まあ持ち上げすぎっていうのはちょっと同意ではなかったけど、まあまあそこの視点はすごく、あの、1番さんと2番さんって7番さんを殴るっていう。 ことで起点を作ったんだけど1番さんはめちゃくちゃ不自然だったなって感じましたまあ、2周目期待なんだけどまあ、どっちかというと2番さんの起点の作り方の方が自然だなって思ったんだよねだから白く持ったで片白だけど5番さんは3号の囲い追わないの、うん、まあそれだったらクロスで占いえばよくないって感じだしまあ、9番さんへのこの下げ方もちょっとよく分かんなかったからここをクラス占いしてほしいなと思ったね 9番さんに関してはそんななんか怪しいと思わなかったし、釣り位置筆頭みたいな感じだってたけど、5番さんは。そんな感じしなかったけどね、うん。順位付けはできなかったと思う。正直何の発言もなかったしね、6、7、8はね。っ、う、て、ん、感じかな。1番さん注目。5番さんを、あーてかあんまりいらない方がいいか。まあ、1番さん注目って感じかな。と思いましたね。うん、で5番さんが怪しんでる展開やっぱ3番さんの締めがちょっと落ちてる。ん ?5 番白だよね。オッケーオッケー。うん。 って感じですねはい、以上9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、まず率直に言うと、これ、釣り位置8番かな<ス>、うん。8の視点がちょっとよく分かんないかな。1、2でいったら1は休むんだ。これ1番の方が白いと思うけどね、1、2でいったら。うん、2番さんは、まあ、理由が違うけど、7番さんの黒要素言ってた。ただ、それは2番さんの黒要素じゃないんだけど、1から ね、別に、俺は、俺視点はね、7番さん別にそこは気にならなかったんだけど。で、1、どう,どうだろうね。1怪しむって2番さんのが白い。えー、俺逆かな。1のが白くて2番さんなんかそこに乗っかったって感じじゃないどっちかって言うんだったら。で、7番さん強人に見てるようだけど、俺7番さん強人には見えないかな。7が強だったらさ、4のシーン爆上げしてさ、3番からの占い位置に入るよね。 って思ったんだけど。占い師に関しては3番が死んだと思ってる。入っていいでしょう。うん。その4番さんがなんか、なんだろう、その5の視点、5の囲い,い、うん、追わないのっていうところと、これ7番さん言ってたんだけど、3番が人外だった場合って、4、5に占い出てくるんだよね。で、これ5に白刺さって、5番さんが占い師をしてきた時っ,って、結構3が偽だ儀で5番さんが死んだった場合は、結構あの、なんだろう、難しい場面になっちゃうから、3広後半1だから、偽だったら、 あの発言終わってるとこに白出すんじゃないのって思ったかなはい <coughs>。うん。俺は今日8一本してでいいかな ?8 視点俺を白く思ったのがわからないかな別にそんな白く,白くも黒くもない発言してると思うけど、うん。実際6、7、8一瞬目分かんなかったし。ただ1番3は7は怪しましては分かったけど、俺はそれは見えなかった。うん。で、1に比べるんだったら俺1のが白くて2番3のが黒いと思うけどね。 はい、今日八に行きます。それは以上です。一番のプレイヤーは発言してください。四 <laughs> なな九で三なわで終わるんじゃないかなっていう風に思うんだけどね。うん、だって九別に二番さん俺の意見に別に便乗してるわけじゃないからね。 2番さんっていうのは7番怪しむ視点持ってたけど、えー、と俺とは若干怪しむ理由が違うっていう風に2番さん自分の意見しっかり言って7番さんに殴り入れてるわけで別に僕に便乗してたら7番殴ってるわけじゃないから9番が2番さんに対して、えー、と便乗で7番殴ってるっていうのを言って2番に黒塗りするのはどうかと思うし別に8番で言ってることっていうのも俺よく分かるしね。うん 1,2番だったら、えっ、ー、と、7番怪しんでる視点が2人とも理由言ってたけど、2番の理由の方が8番視点でしっくりきたから、2番が白いわけでしょ。別に8番おかしなこと言ってないと思うけど。うん。7番に関しては、私の5番殴り、その理由がなんか例のが、えっ、ー、と、いないのかっていう発言でいるに決まってるだろうみたいなわけのわからない殴りでしょ。それで5が黒く見える。5番が強人だって言ってるわけでしょ。うん。 その強塗りもよくわからんし。うん、4番に関しては、4番視点だったら、5番が言ってたけど、2分の1で白とかいけてるわけなんだから、3五ーって全然終えるよね、うん。まだ5番の発言聞けてないから、何て言えないっていうふうに思う人もいてるかもしれないけど、普通に4番が真だったら、その視点っていうのは5番の発言聞く前でも、 落とすべきかなっていうふうに思うし、真っ、ねまあ、先に考えるべきは、3ロー軸で置いた場合、えっ、ー、と、三号っていうのが濃厚に見えてくると思うんだけどね。ー3のかっこいい。だからその点で言うてるのが2世。で、49ロー7教授とかかなっていうふうに思ってるから、今日は決意したい。2番のプレイヤーは発言してください。そうね、2周目の発言聞いたら9番かなって思うな。 うん9番はまあでも8にずらす理由ってあるのかなちょっと思ってたんだけど、うん、ただ8を怪しむ理由がやっぱりちょっと不当かなっていうのは1番さんと同意見なんだよね、うん、8番視点のなんか12の精査の仕方って別にそんな無茶苦茶じゃなかったし9番さんって12比べた時に僕の方が黒いって見えててうんとそれでなんか8番に行くってどういうことかちょっとよくわかんなかったから 9番視点12で比べた時に僕の方が黒くって、まあ、8怪しむ理由っていうのがちょっと不当に感じているから、うん、9視点すんなり、えー、もし釣りたいのであれば、えー、2番釣りって言えばよかったんじゃないかなと思ってて確かに、うん。ただ2をしてる人があんまりいない感じがしてるからで92で指定されてたらそこすんなり2番行ったら自分がすげえ黒くなっちゃうんじゃないかと思ってそれで8に、えー、釣り位置移動した狼っぽいなっていう。 患者するんだよね、9番。だから9番でいいかなと思ってます、今日は。はい。うーん、ただ1個、だ5番の強用素はちょっとあると思うけどね。7番咲いてたけど、7番か5番かどっちか、うん、人いるんじゃないかなと思ってるけど、5番の強用素っていうのは普通にあったと思う。ええー、3番のことを真に見てて、4番をすげえ殴ってて、自分絶対にクロス占われようっていう。あの気合がなんか、 強人だったら全然納得だなって感じはするからまあ5の強要素っていうのは全然あるんだけど九番のちょっと視点が一番わかんないかなと思う,のでうちに黒のに入れますできねえはい、以上です三番のプレイヤーは発言してください,いえまず僕が怪しんでないと思っていた七番さんに対して白を飛ばしてる四番さんまあ狼だった場合、まあ狼だとほぼほぼ思ってるんですけど えー、7番さんは白なのかなというふうに思いますね。別に白を飛ばす必要がないから相方で。で、えー、9番さんがローだった場合っていうのも、8から評価収をされてるのにかかわらず、えー、その8を釣りたいっていうのもあんまり狼っぽくないですね。で、1番さんも8番に対して間接的に9怪しいとこない、2番白いってことは、8番の釣り値は1番。えー、にもかかわらず、1番っていうのは9番を釣りたいって言ってますね。で、479釣り切れば、 ここ3人ぐいだと思う。えー、今日例の結果確実に落ちますね。うん、球が白だった場合っていうのは1番さん首が詰まる。はい、首が締まりますね。1番さんカミっぽくないですね。はい。まあ2番さんも同様ですからね。で、僕8番さん釣りたいですね。えっと、占い師僕死んで見てるんだったらのは欲しいですね。8番さんはクロスして欲しい。2が白い、9が怪しいとこないんだったら、まあ1番が筆頭1なんですけど、それすら言わずに、まあ5番が怪しいんですね。 うん、5番さんを強靭だと思ってるのか黒と思ってるのかは知らないんですけどそれやったら5番釣ればよくない8番さんってあんまり目立つ行動ができなかったのかなと思いますねでクロスするのは構いませんけど仮に今日村を釣って、えー、8四人狼で5苦労とかやられても面倒くさいんでクロスは全然飲みますただ8番さん狩人じゃないんだったら釣り飲んでくださいクロスするんではい 八番さんがスムラでクロスしてほしいって言ってんのか、役を持ってて言ってんのか知らないんですけど、ただそういう前触れにも聞こえちゃうんで、あの今日八番さん釣る代わりにクロスは乗ります。どうでしょうか。9、1、2に関しては、評価収の動きもあんまり特にないですね。8が9に対して評価収を行ってるぐらいの印象でしたね。4番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、発言します。まあ、自分は今日は9番を釣りたいですけどね。<laughs> うん まあ3番3を狼に置くのか、巨人で置くのかっていう視点もあるけど、まあ、共有要素はあると思ってる。共有要素っていうか、それは盤面的にね、3番の位置と後ろに白を出しているから、3番巨人戦っていうのももちろん追っていかないといけないなと思ってるけど、3番が巨人だった場合っていうのは、まあ、ほぼほぼ間違いなく5番黒だと思ってるし、まあ、3黒の、3黒5黒っていうのが、まあ、絶対ないとは思ってませんが、まあ、絶対あるとも、濃厚だとも思ってないね。まあ、2分の1がなんたらなんたらとか言ってる人いるですけど。<laughs> 強、うんまあ、人で見ても強、えっと、人だったら5万黒は硬いし強、ねえー、人じゃなくてもまあ分かんないってところですか。で、えっと盤面的に3の方が新目って言ってる人たま,あたまにってかぼちぼちいたっすけどまあ言ってることは分かるけどその思考がこういう盤面で強くなるっていう思考を一応持ってくださいって思ってますね。で、一番3何、えー、だったっけ479つり切りで勝ちじゃね っっていう話あったんですけどなんで <laughs> って感じだったまあ急が怪しんでる視点は一緒だけど三番 <laughs>、うん、さんがその五番、えー、と8番に、えー、とだったら今日5番怪しんでるなら5番釣ればいいあの釣り位置に上げればいいんじゃねって言ってたんですけど、まあ、片白釣りに行くっていう進行をあんまりその逆にその黒要素として取られる場合があるからそういうことは言えないと普通は思って っているので、三番狼だった場合に五番黒あのかなまあまあそこはもう結果見ればいいんじゃないって話で、まあ今日は九釣りたくて、もし仮に九が仮色だったとしたら、まあ一を釣りたいかなと思ってますね。うん、二番と八番よりも九か一って感じです。はい以上。五番のプレイヤーは八番釣りしてください。じゃ八番釣ろう。私八番行くわ。中番釣りたい理由なし。何？ で9番が彼だったとき、一番釣りたい理由何で ?3 が黒だったとき、3号も追わないといけないっていうか、3黒だったときってほぼほぼ私じゃない ?1 周目の発言聞いて、4番さんどう思った囲いがあると思ったのかどうか。でも4番偽でしょ ?8 番行くわ。で、ただ、あの番面で、私が例の可能性が、たぶん21番目になる可能性がすごい高かったから、12が7を叩いてた。それで、21番目のときに相方釣られるのめっちゃきついから、47で囲ったっていう線も全然あるとは思うんだけど、 7番の1釣りたい理由も、ちょっとなんかめちゃ、9番ちょっと怪しんだ理由って、いや、あんだけ進行論がめちゃくちゃいいって6番に言うんだったら、あのー、なんだって、まあ、順位はつけれないって6番、順位つけれると思うんだけど、あんだけ6番の進行論いいって言ってたら、だからつけれない理由がちょっと分かんなかったんだけど、だから怪しんでた。で、2周目、まあ、8番3、私は結構分かったっていうのは、8番3視点で、なんで1より2、あ どっちだっ逆だったんだよね私も分かったしで4番がなんか9番釣りたいって言ってるから私8番行くわで一番その釣りたい理由って何4番さん目線の全く分かんない3が強だったら私の黒があるじゃあ私の1周目の発言聞いて4番さんどう思った私も3が芯だと思って言い切ってたけどどう思ったんだろう,う盤面精査しかしてないよ1周分聞けたのにね りたいよりもかんないえー、これ四審だったらマジできつい偽だと思ってる8番いきます投票を始めてくださいバ <laughs> <お>りエんオラじゃないべ釣られそう <laughs> 八番のプレイヤーは発言してくださいうん言ってることおかしかったかな、まあ、えっと3番さんの話によると9番は私を釣りをする理由がないえっと言ってたけどでもヘイトをばらまくっていう意味でも全然、Q、黒あると思うけどなうん3番さんが9をかばったっていう線はないのかねでしかも3番さんにか関してはさえっと黒私を釣るならクロス飲むって言ってたけど7番さんのこと白で見てるんでしょ ちょっとよくわかんないけどね。4番さんが7番で白出したって時点で7番さん白と思ってるんでしょ。それよくわかんないかったけどね。うん。で、ほぼほぼ7番さんはやっぱ強靭だと思うね。やっぱ強靭、あの場面で5番強っていう発言が出るっていうのは、やっぱ自分が強靭でどっかを強靭塗りしなきゃいけないっていう意識だと思うからね。<noise> で、えっと、9番さんに関しては、えっと、1、2番の 私を黒塗りした理由が全く意味が分かんなかったんだけど、えっと、なんだっけ。あ、1番さんは起点を作ったと。7番さんに、殴りの。で、2番は乗っかっただけだったって言ったけど、私説明しましたよね。えっと、1番さんは、7番さんは、えっと、7番さんは6番の白が見てたから黒っていう。まあちょっと無理、多分ね、自分でも自覚したと思うん結構無理だと思,った思うんだよね。で、 2番さんは乗っかったって言ってたけど、それも印象操作で、全然乗っかったわけじゃなくて、2番さんの方が私納得できるから2番さんの方が白って言ったよね。2番さんは、えっと、なんだっけ、えっと、強人だっていう視点だったよね。怪しい。黒っていうんじゃなくて、強人だっていう視点がすごい私と似てたから白いって言ったんだよね。で、2番さんの言った通り、九は、えっと、2番釣りを押せばよかったのに、私釣りを、んなんだっけ。そうだね。私釣りを押すのはちょっと不自然だよね。 うん、今日9ずりで普通に9黒出ると思うけどね。うん、やっぱ違和感しかなかったと思う。私私黒黒かかの黒い理由をもう一回押してほしいかな9番のプレイヤーは発言してください。<laughs> さいうんじゃあんで7番さん強人だと思うのにクロスしてほしいのかな8番さんは。って8番さんそもそもさクロスしてほしい理由がわかんないし。うん、<laughs> だって7強人で見てるんでしょで34どっちが死んで見てるの 俺3番死んだと思うからさ、3にはね、別に7強人で思うんだったらクロスしなくていいんじゃないって思うけどね。うん。で、1、2番3で言うと俺1番3の方があの話聞いてて、どっちかって言ったら2番3の方がなんか乗っかった感があって、1番3の方が白く感じるけどね。だって1ってさ、もう俺が色落ちなしで、8も色落ちなしで済ませち,ししちゃってるでしょで、ここで1番3がさ、ヘイト持ってきたんだよね、7に。 うん、っていうことは、っていうことはだよ、あの7を、このあとね、1番さんの初心の発言の後に、7の、あのー、ことを印象いいって思う人がいたら、1っていうのは評価集が、評価集じゃない、1っていうのは系統買うんだよね、その人から。うん。あと7自身からもね。で、実際7番さん1位に投票してるし、って思うんだけどね。だから俺、1、2で言ったら、2番さんかなーって思ってたんだけど、そこで8番さんがなんか1位気になる。 1気になるんだったらクロスしないでさ占いはもう統一で1万ん占った方がいいよとかさ今日1っつって例の霊能に結果見てもらいましょうとかでいいんじゃないのかなと思ったんだけどね、うん、なんか言ってることがめちゃくちゃだなって思ってるから8万んであとなんか俺にすごいなんかすり寄ったのも分かんないし、うん、俺自分自身一週目そんな白い発言してたと思ってないよ、うん、1の発言聞いてああなるほどなそういう視点もあるんだなとは思ったけどうん <laughs> って思ったんだけどね。で、俺が狼だったらさ、ね、八番さん七番さんが一ずりをしてんのにさ、俺も乗っかってじゃあ一の色見たいね、一黒いねって言えばいいじゃん。はい、八四でしょ。四番なんで八にいけないの？投票を始めてください。 9番のプレイヤーが選ばれました9番のプレイヤーは発言してください,、まあ、い135が8かうんで4番さん俺2スとーっ4番さんの芯切ってるんだけど4番さんがなんか5番さんって別に4番の片白でもなんでもないからグレーじゃん。で結果さ囲いい方を切てればさ ね、3番さん言う通り、あり5番さんつって色見てで例の一角してるんだから5番さん黒出ればさ3号黒だった場合ってもう最速で終わっちゃうじゃん。<laughs> 4視点って5番さん全然白くなくないうん結構殴り入れてるし。なんで4番さんは8つりいけなかったんだろうだって気になったのがなんか1週目の発言で4番さんがなんか8に。 触れたと思ったら、急になんか太鼓の三番さんは何々で見てますっていうような感じになったから、あれどうしたんだろうと思って。48なんじゃないのこれ。48ローの、えー、っと、なんだろう。7、七強とかじゃないこれ。だろうね。うん。もう黒出すしかねえな。わかんないけど。なんで7番さん俺にいたんだろう。いや、でも7番が強だったら3番にめっちゃするより必要ないもんね。 うん。って思うんだけどね。俺は。ドッカムかな,なはい。そんな感じですね。一位、りな感じするけどな。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼,さい人狼は人狼は人を殺してください。さいごめんなさい。申し訳ない。本当に。いやいや, <laughs> いや、すいません。 これ一二に黒塗り難しいですね。そうですね。三いっちゃいます?。かめないかな。いや、多分それするともう普通に四八で見られそうだけど、一かみたいけどな。1? ああじゃ、次行きましょうか。じゃいいや、もう黒出すしかない気がしますけどね。ご,ご、ご苦労でいきますねじゃあ。うん 地紙もありやったか地紙や,やったかな地紙 <laughs> ちょっと忘れちったな朝が来ましたでも勝てる自信ねえな昨夜死んだのは でも5黒しかない<番>ないんだよな 2>, 2番のプレイヤーは発言してください8黒と5黒かカリバンああ<ー>出てきたあれ ?1 カりウッドとかいや1がカりウッドだ昨日出てるっしょ 思,思っちゃうんだけどな。終わった。え七 <laughs> <laughs> 番強靭だろう七番強靭だろう !7 強靭だろ、う <laughs> これは。さすがに。八九白だった。あのー、いや、ごめん、あのね、三を老軸で置いた場合をちょっと落としてきたかったんだよね。と思って。 なるほどね。48。48はなったき明らか強人だよね。5が狩人でしょ。7が狩りたい子。いや、7狩人でしょ。7これ強人でしょ。なんで7ちょっと間があったの ?58 ランなんだけど、58どちらかなんだけど、これ、いや、一番が、一番狩り方、昨日出て、 出てもよ、良くなかったかもって思うけどね。だから、片白にカリウドっていうのはすげえ納得なんだけど、いや、5番はなんで、いや、7番はなんでそんな遅いの出てくるのが。<laughs> 太鼓出てくるちょっと遅すぎる。カリウド仕様は用意してるでしょ <laughs> 今日のこの盤面想定してたら。<laughs> なんで用意してなかったいやーうーん、こう、3五の、 何ずっとバチバチの,のラインつなぎいやーどうだろうね。迷う。3番のプレイヤーは発言してください。あーなんか昨日決戦のさあの, Q の発言聞いて9に言ってる人ってなんかだいぶやばいと思うんだけど。そ通に考えて。9が言ってることの方がまっとうだし8番が。 9が狼っぽくなくて、2が白いんだったら、もう1、1択でしょ、普通に。なんか1番の2周目はなんか、重要です、みたいなこと言ってるけど。釣り1、グレーの中で1番しかないんだから、1番押せばいいんだ。ヘイト買いたくないだけでしょ。で、5が黒いんだったら、じゃあ5も釣ればいいじゃん。1号片白だけど、5が黒いから、5も釣りたいです。ね、1番が2周目白かったら5を釣りたいで、3が偽だと思いますそこまで言えばいいじゃんね。ヘイト買いたくないんで、8番に関しては単純に。 9、1、2で、あの、投票コードのさ、投票コードっていうか、何、票回収してたやつなんか誰もいないんだよ。唯一8が9に対して白を置いて、9からの、あの、評価収してたぐらいじゃないたのなんか、6番さんってさ、結局何、占いどっちで見てんの、6番って。4の発言聞いて、真だと思ってんの ?3 が偽だと思ってるから8行きたくねえってこと 3号に見える ?6 番さん。9白結果出てますよ。9釣りたくないって言ったの私で4番さんというのは9しか飲めなかったんですよ。で9がカリドだったら1かなとか言って、1番さんの理由は何ですか ?9 番さんの行く理由って何ですか僕8番行きたい理由は言いましたよ。6番さんこれどっちが真に見えますかねはい。今日はね、58のランとか言ってますけど、48のランだから48のラン。 はい、陣外二人でランしてください。<laughs> まあ村が五八点だったら、僕は八番に入れますけどね。四番のプレイヤーは発言して,言してください。はい、発言します。五、まあ、番裏なったら黒でした。五、まあ、番さんの黒ってことは、三、まあ、ロー六かどうか、ちょっとまだ現状、現状わかんないですね。七、はいまあ、番さんが狩りはちょっと残念かなとは思ってますけど。 うんまあ、3番が巨人の場合って8の黒ー,ークももちろん追えるけどうん、まあ、5番さんが8番さんに入れていることから58はないかなと思っているのでのの3番が巨人だとしたら52かなとは思ってますけど、まあ、3566の方が濃厚かなっていう目線はあるけどね9番白だったんだね9番さんって昨日言えのじゃねえか決戦投票の時になんか 7、8が1釣りをしてるんだから僕が人狼だったら1釣りをしますよとかって言ってるんですけど村だったらその発言いらなかったんですよね。まあ今日は5にいってください。以上。5番のプレイヤさっきどこ私あんだけ3番シンって言ってたからで9番白だと思ってたから占い噛まれると思って3番守ってるから今日6番守れるけど7番守りさっきどこ言わないんだよ。<laughs> 私3番守ってるからって6番守れて、で、1番噛まれて思わなかったけちょっと考えたら、何遅いから。あの、私が言う前に言うべきだから、に狩りだったら。今日絶対8番ずりで、6番もう、だってずっと私4番の偽っぽいって言ってたの分かってる。で、そこでもし3号狼だとは思うけど、とかって言ってるけど、いや、じゃあ3強陣の奥だったらもう2号しかなくない ?9 番白で1番噛まれてんだから。で、私のずっと8番に入れてるから。 ここで歯切れも悪いし、昨日私ずっと言ってたじゃん。9番が狩りだった時、1番の理由何 ?9 番釣りたい理由何って昨日ずっと言ってたけど、今日も返答がない。えー、今日8番行ってね、これでてかまあ、9番釣られるのはちょっとびっくりしたし、1番噛まれたのって8番に入れてたからじゃないの。私残されたのは、私に黒を打つためでしょう。ただ狩りだから。残念だね。今日8番行く。で、7番狂人。守り先言うの遅いよ。 私今ずっと3番3番、3番死んだって言ったら3番守ってるからね。私狩りで3番構えた時にめっちゃきついから他の白先ないから。だから3番守ってる。今日6番守れる。だから8番の色見れるよ。今日8番いきます。6番のプレイヤーは、は発言してください。さいそうですね。もう多分4八狼だと思う,思うんですけどね。ただ8番さんめっちゃ白いんですよ。発言。8番さん一番白かったけどな、この中で。ね 何もおかしいこと言ってなかった。9番さんはもう白だったんだけどさ、なんか8番さんと1、人の味方が違うだけで8番さん釣りっていうのがおかしいなと思ったんだけど、8番さんの方が普通に白かったけどな。ただ3号狼は追えないかな。3号狼はないでしょう。初日で。 5番さんあっても強人かなって思ったしね。5番さん結構さ、初日から4番さんすごい叩いてて、もう占ってくださいっていう感じがすごかったんだよね、5番さんっていうのは。なんかもう4番さんに占われてもいいよっていう感じが。だから3号狼はないと思うんだよね、100%。だって5番さんって完全に占っていいよって感じだったしね。で、5番さんに来るでしょう。ないのと思うけどな。 7は普通に例の出て欲しかったけど。なな番さんが狼っていうことがないと思うんだけど。<laughs> 48狼7番さん狂人かなって思う今になって。8番さんめっちゃ白かったけどな。これ外したら PP だよね。だって。5番さんに行ったら48狼7狂人とかで。8番さん行こっかなって思ってます。今8番さん白かったんだけどな。1番。うわぁ。 あの5八で比べたら5番さんの方が黒かったけど5番さんは占われてもいい感じがすごいしたからあっても強人ってずっと思ってたから5番さんに黒を出してら4番さんが偽かなって思ってます昨日までは9番さん黒と思って釣っ,ったけど今日は8番さんに行きます8番さんめっちゃ白いけどね。7番 のプレイヤーは,は発言してくださいはい、うん、6番さんちょっとねまずいねそれはうん5番さんはねあの,ー、4, の偽あ4が死んだって透けてるから4を叩き続けたんだよ多分うんまあ5が強人っていう可能性もあるけどね2番が臭い <laughs> 2番が臭いんだよね1番の便所しかしてなかったからね俺を強人置きしたでしょう うん、それもまた臭いんだよね。こ<れ>俺が黒の可能性もあるのよね。だな。うん。だから2が強人じゃないかなと思うんだけどね。3号黒黒、うん。2強人俺がこれしっくりくるかな。俺強人だった場合ね、昨日投票放棄しますよ。うん。紙が発生しない方が、え、狼オ陣営得なんでね。で、昨日八8級で正査したところ、まあ俺まあ1は黒いと思ったんだけどね。1釣れないって思ってね。うん。8九正査したところ、9の方が黒かったからね。うん。 八番さんはね、ずっと白かったと俺は思うよ。発言聞くとね。で、五番っていうのはずっと黒かったよ。一周目から。みんなに叩かれてるからね。うん。これ三五黒、黒だと思うよ。普通に考えてね。で、二が強人だから、まあ四の芯が透けて、慌てた強人かなっていう感じかな。うん。これ五五八のランになるのこれ。 うん、あそれなら当然5言ってくれたら PP ないわ100%ないよ6番さん、うん、6番さん5番さん黒いと思ってるわけでしょ俺新ンりだから5番言ってくれたら100% PP ないから心配しなくていい、うん、で5番で白か黒かだから5番が強人か狼かっていうことが問題なんだよね白が出た場合っていうのはえー、っとどうなんだ4破綻だよね、うん、だから5番っつって色見た方がはっきりする俺新ンりだから 黒黒が出れば、えー、っと3黒だし8番のプレイヤーは発言してください絶対これ7番さん強人でしょ <laughs> ずっと強人の話しかするんじゃん7強でこれ1番さん狩りだと思うよで3五黒黒だと思うよ5番さんに関してはさえっとなんだっけ結局さ9番さんをズルズルで言ってたのにさ結局私に変わった理由何結局黒1を増やしたかっただけでしょ、うん えっと、だから、7番さん狂人、1番さん狩りで、5番さん黒だと思うけどね。で、3番さんの発言でさ、ずっとさ、5番釣ればよかったじゃんって言うけど、釣れるわけないじゃん。5番釣りたいですなんて言う必要ないでしょ。別にそこはだからずっと言ってる通り、4番さんは5を怪しむんだったら、まあ、クロスないって言葉が悪かったかな。4番さんは5番さんを占えばよかったから。それよりもグレーの話をしてさ、 だからあの時点では、私はさ、一番さん、一周目の時点では、一番さんの方が、まあ無理があったと思うって言ったでしょ七番さんに対しての。だから一番さんを釣って、えっと、まあ、両視点の、まあ、グレー釣って、で、占い位置を狭めるっていうのが妥当でしょ ?5 を釣ればよかったなんて、さすがにめちゃくちゃすぎるよ。で、五番さんが今日狩りで出た,来た理由は、もちろん初日格好してるから。で、もう黒出てるの分かってるから、すぐ狩りじ、狩り王道を出る準備をしてたわけね。うん。 で7番さんが出れなかったのは、えっと、シンカリがいるって思ってたからだと思うよ。7番さん、えっと、7番さんが狂人だからね。それで、納得できない ?6 番さん。3号全然あるけどね3号黒黒だだからこそのストーリーが成り立ってると思わないうん。 5, 5番さんはな、えー、ひたすら4番さんにヘイトを向けてで3番さんは「五をすればよかった、ね」ゴーすればよかって、ね、つって私にヘイトを間接的に向けてきたわけでしょでしかもさ12番さんが9番つるって流れて私に無理やり流れを持ってきたのは、えっと、3番さんだよ昨日の話の時点ではさえっと私は3番さんは7番さんを占う理由ないって言ったよ9番さんに出動してたけどね今日は五釣りで投票を始めてください 無理だ無理だ。さすがに無理やな。五番のプレイヤーに選ばれました。六 <laughs> 番ナイス。来たー。来ちゃのプレイヤーは。あっね三番に申し訳ないなこれ八番さん今笑ってるよ。う六、ん、番やばいってマジで。<laughs> ああ6番のせいで負ててる。てか、昨日9番つった時点で負けだし、私が昨日出なかったのが悪いな。8番めっちゃ笑ってるよ、これ。きたー。<あ>正解か、6番さんやばいな。正解ああ出とけばよかったね、3番さん。ごめんねいや。3番噛まれる、私が出て噛まれた方がよかったか。1番噛まれた意味考えた方がいい。8番に入れてるからだよ。6番噛まれなかった意味を考えてほしいね。 夜が来ます。<し>目を閉じてください。ー人狼は目を開けてください。人狼は、人狼は人狼を殺し、人を殺してください。さいあち。い八番さんのおかげで勝てたわ。いや,いや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 全然全然。もう四幡さんも頑張ってくれたし。もう結構も七番さん強靭すぎてもう笑っちゃったう <laughs>。超強。 え最近復活されたんですかあ、今日お久しぶりにやりましたね。あ、そうなんですね、お久しぶりに。うん、まあ、自分は見てる側ですけど。生投票で。いま行きましょ生投票で。はい。 あ <laughs> 朝がきました昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーは発言してください。 はい、発言します。まあ、2番さん占った白だったんで3番さん噛まれたのか？あ。じゃあ3番さん狂人ですね。<laughs> はい。どうなるんだ？そうすると7白。2白2。白僕霊能っすよね。じゃあ8黒か。3番さん5番食ってる感じですか？あー、さすがにちょっと。それは上に勝ったますわ。本当に。 すいません、無能な感じで、まあ結果的に勝,て,勝ってたんでよかったですけど、本当に申し訳なかったです。新名取れずに。まあ、3番さんちょっとめちゃくちゃ強かったんで、はい、本当に恥ずかしい限りです <laughs>、まああの。皆さんの精査がよかったなっていうことで、はい、ありがとうございました。6番のプレイヤーは発言してください,ださい <laughs> すいません、本当に本当にごめんなさい。 だ8番さんめっちゃ白かっただって7番さん狂人で3号オオカミとか1番さんカリウドだから噛まれたんかなと思った8番さんのせいさめっちゃなんかストーリーストーリーがなんかそうなのかなと思ったんだけどごめん,ん5番さん白だからさもう4番さん負けなら負けって言ってくれたらよかったのに負けでしょだって48オオカミなら人じゃないの そうでしょそれか7、8、狼四カ4、狂人でしょ ?8 番さん、白かったのに、マジか。ただ、狼で、狂人の人のこと、狂人って言う,言うんだと思って。3、5、狼かと思った。マジで、ほんとごめん。ほんとごめん、3番さんと5番さん。もうこれ終わった後、めちゃくちゃ殴られるの覚悟です。もうほんとごめんなさい。逃げてすぐ、すぐ退出して。のプレイヤーは、発言してください。さい殴らないよ、よ6番さん。 なんで6番さん噛まれてないのかっていうと、狼も真偽ついてないからね。わかるこれ。5番が狂人ね。<laughs> で、5に黒を言ってる4が偽でしょで、3真だから4、4八狼。4八狼です。僕、真狩りです。真狩りです。<laughs> これ、価値格ですね。価値格。うん。6番さんの精査は間違っておりません。間違っておりませんよ。うん。っていうところでね、えー、5が狂人っていうのが判明しました。で、3真ね。うん。 5番強5白だったんでかだ、俺狩人だから5番はえっと強人ねわかる6番さんで5に五はえっとね勝てないのか強人だから白出るはずなんだけど4は5に黒打ってるでしょだから4が黒なんだねこれ四8これつり切りで勝ちです以上です8番のプレイヤーは発言してください ちょっと今言葉を失っています <laughs> え。えどういうことえどういうことだこれ。6番さんあ泣かないで。うん、ですぐ逃げて終わったら、うんで。今日は2番さんに投票しようと思います。 7番3投票でいいか7番37番んに投票します7番3で7番3投票します待ってこれ5強あるのか待ってこれ <laughs> これ5強あるの 2番のプレイヤーは発言してくださいいやー6番さんに言っとくと1番さんが狩りだったらさすがに1日目に出ると思うよっていう盤面的な感じで5番さんがほぼほぼ新んりだしいやーもうね7番さんが死んだったら8番さんに入れてくださいお願いします7番さんが死んだったら8番さん偽だったら4番さんに入れていてくださいはいじゃ今日は僕は8に投票します 投票を始めてくださいああやだ7番いや焦るわゲーム終了。 人狼の勝ちです。なな <laughs> な。何な,な,な,なんだよ、ヤバすぎだろ七番 <laughs> <laughs>、うん。六番さんに来て。 いや、よかったー。もうなんか何回か積んだと思った。初日釣られそうだったし。ね、その後も釣られそうだったから、積んだーと思ったんですけどね、結構。よかった、よかった。お疲れ様でした。じいじ、グッドゲーム。